さあ続いてはですね、はい、この地域のお出かけ情報です。内藤さん、はい、この時期のお出かけといえば何ですか？いやーやっぱりね、はい、この時期でしょ。ええ、松茸狩り。あ、松茸狩りもいいですね。松茸狩りとかしてる上を見上げたら、ああそっか、もみじ狩りだね。はい、そうなんです、まずはこの地域のもみじスポットをご紹介します。お願いします。東海市の集落園公園では現在集落園公園もみじ祭りが開かれています。いろはもみじや山もみじなど7種類およそ550本のもみじが迎えてくれます。色づいた木々に囲まれる大仏さんも見どころです。なるほど、綺麗ですね。ああ、ちょうどこのなんかいいですね。いいですね、撮影会とかでもいいかもしれませんけど。あ、いいですね、雰囲気いいですもんね。はい、そしてこちらではそういえばあのお抹茶とかもいただけるんです。そうなんですよ、この大名庵ではお抹茶セットとかもいただけるんですよ、うん、もみじをめでながらおしゃれ。はい、日永神社の裏山にあるもみじ谷、明治42年に名古屋鉄道の前身である愛知電気鉄道が開通するのに合わせて整備されたそうですよ。今では100本以上のもみじが色づく下半島有数の紅葉スポットです。ちょうど本当に散策もできるそうですからね。いいですね、もう山全体が本当に赤い、なんか少しこう薄曇りだったりとかするとまた風情が出たりとかね、するのかもしれませんけども。いいですね、カメラを持ちながらの散策なんていうのはね、一番の贅沢かもしれませんね。そうですね、いやいろいろとありましたけども、はい、なんかこうもみじ狩りというか、はい、で紅葉を最近ね、もう前も言ったかもしれないですけど、そういえばの、はい、青空を見て俺泣けるほど美しいなってするんですよ、はい、だからそういう感覚ってあるじゃないですか、でご覧いただいてるお父さんお母さんもね、もしかしたらあの、はい、お子さんとか連れて行って、はい、でその綺麗な赤とか、ね、いいかもしれませんね。そうですね、綺麗な色合いといえば美咲ちゃん続いても、はい、他にも見どころがたくさんあります、はい、続いてはイルミネーションスポットの紹介です、いいね、はい、まずは大府市協和駅前のイルミネーション。これは大府市協和商業協同組合が地元商店街を盛り上げようと10年ほど前に始めたものです。昨年はこの地域が歌っている金メダルの街をテーマにし、金色の噴水が会場を驚かせていました。こちらがちょうどそのすごい、あ、いいね、金色、地元の方にとってはこのシーズンがやってきたんだなっていう、ね、季節の一つの節目のね、目印になるのかもしれませんけども。そうですね、いいですね、メディアスエリアいろんなイルミネーションスポットがあります。はい、こちらも10年ほど前から始まり毎年恒例となっているスターダストファンタジーチタ、昨年のテーマは市民の希望の星、4万球以上の電球が光り輝いていました。美しいですね、すごい細かい電球がいっぱいですね。朝倉駅、うもうなんかこう夜ね、はい、こう目の前を通るとか、朝倉駅で降りた人にとっては、地元の方にとってはなんか優しい光ですもんね。ちょうどバスがほら、あ、いいですね、ね、駅に着くとこれがわーっと見えるんですね。いいシーズンだ。あら、太田川駅前広場の完成に合わせて元浜公園から場所を移動したウィンターイルミネーション、はい、昨年はペットボトルを使ったパリのエッフェル塔や凱旋門が登場しました、うん、もう花火も打ち上がってますね、すごい、ね、はい、わー、もうこれがペットボトルってすごいですよね。感動したもんな、はい、おー、すごい大きい、はい、すごい綺麗ですね、ほんと光ってますね。今年はどんな雰囲気になるのかな。はい、ありがとうございました。まあ、いろいろとメディアスエリアのイルミネーションをご紹介しましたけども、はい、まあ、最後に出てきましたですね、東海市のウィンターイルミネーションですが、うん、実はこの日、すごいんです。こちらは私が、紹介させていただきます。どうぞ。毎年夏に行われております東海市の一大イベント、東海祭り花火大会、今年の8月は台風によって、皆さんご存知のようにですね、このお祭り始まって以来初の中止となってしまいましたね。市民の皆さんの熱い要望にお応えして、なんと
11月30日開催することが決定しました。花火が冬の空に舞います。大高駅前のイルミネーションと花火、夢の共演をどうぞお楽しみください。なんと、ちなみに、はい、すごい。当日はですね、はい、メディアス、FM そしてテレビ、同時生中継もございます。はい、ちなみに司会は私内藤が務めさせていただきます。もう今年の夏ね、はい、僕も初めてのもちろん経験ですよ、はい、花火大会が中止になる、ね、悔しかったですもん ね、 ね、うん、ラジオで好き勝手の生放送やらせてもらいますけども、ありがとうございます。だから今年はね、なんとかね、はい、お天気、11月30日、冬の花火楽しみたいなと思いますけども、すごい、それも素敵ですもんね。ちょっと暖かい格好していただいて、はい、この時期だからこそ、はい、綺麗に見えると思いますよ。あ、冬空にね、そうよ、空気も澄んでさ、適度な風が吹いていて、はい、煙がスーッと流れた時にまた次の花火がこうなるでしょう、はい、ね、ぜひイルミネーションと夢の共演でございます。楽しみにしていただきたいと思います。さあ、ご紹介したお出かけスポットなんですけども、フリーペーパー下丸スタイルでもご紹介してるんですね、はい、11月号こちらです、11月号の44ページにはもみじ狩りスポット、ここにねちょうど載ってますね、はい、はい、そして12月号の33ページこちらです。ちょっと下の方ですけれども、こちらですね、はい、イルミネーションスポットもご紹介をしております。どうぞ皆さんも手に取ってご覧ください。